アレクサンダー・ガブリリュクは、ウクライナのピアニスト。名字は、ガブリリュクとも記される。ハルキウ州、ハルキウに生まれる。両親は、フォーク音楽を演奏し、妹もピアニストであることから、音楽家の家庭で育ったと言える。名教師として知られるビクトル・マカロフに支持し、7歳で、ピアノを始める。わずか12歳で、セニガリア市国際ピアノコンクールの優勝者となる。 14歳の頃、支持していたビクトル・マカロフのその他4人の生徒と共に、オーストラリアのシドニー移り、オーストラリア音楽学校の小学生となる。翌年、ホロビッツ記念国際ピアノコンクール、オーストラリアピアノコンクールに出場し、それぞれ第1位となった。さらに2000年11月には、日本で行われた第4回浜松、国際ピアノコンクールでも第1位を受賞した。 翌年の2001年には日本及びアジア各国でコンサートを開催した。2002年に交通事故により重傷を負うが復帰。2003年にも来日し、コンサートを開いている。2005年4月にはルービンシュタイン国際ピアノコンクールで第1位金賞ベストコンチェルト賞を受賞する。日本へは近年毎年のように来日した各国でも、 精力的に演奏活動を行っている。ガブリルクの演奏は超絶技巧が特徴であるが、その中に技巧だけでは表現できない温かみやロマン性が現れ、彼の持つピアニズムを垣間見ることができる。レパートリーは広く、古典派のハイドン、ベートーベンからロマン派のブラームス、ショパン、そして地元ロシアのラフマニノフ、プロコフィエフ、スクラービンなどを演奏することが多い。 吉澤・ビルヘルム、ピアニストガイド請求者、印刷書、製本書公特書、2006年2月10日、14ページ、ISBN4 から7872から7208、X ハットコンクール審査委員長の中村博子は、20世紀後半最高の16歳、とまで表している。ハット後に、この日本でのライブ録音が CD、ピアニズム、 ムーンライトとして発売されている。ありがとうございます。